当時は言い方悪いですけども、お金さえあったらなんとかなるみたいな感じで、言うな、いや、あのお金さえあったらなんとかなるって、お金を稼げれば、そしてで、まあ、ついてくるもんやみたいな。いや、お金なくなったと思う、なくなったら、なるっていく、それで、もっと大切なことあんのちゃう、俺そういうとこや思うで。恋愛ドクター秋山です。今回は恋愛、婚活、そして結婚生活においても大切なこと、お互いの価値観についてお伝えしたいと思います。運命的な出会いで大好きで大好きで愛し合った2人が価値観がすれ違って別れてしまわないように、お互いが価値観を尊重し合えるような、そんな応援ができればと思います。これから婚活を始めたいと思っている人や、今婚活中の人、そしてもうすでに結婚して結婚生活をしている人にとってもとても大切なことになると思うので、ぜひ最後までご覧ください。そしてチャンネル登録もお願いします。また最後に心温まる名言もお伝えしますので、最後までご覧ください。それでは VTR スタート。お疲れ。お疲れ様です。頑張ってる？はい、なんとか頑張ってます。はい、どうなの？そうですね、そこはやっぱり未だに苦労してるところは正直ありますね、なかなかやっぱり思うようにいかないっていうところは。なんでやと思う、その自分で、その気持ちが分かってないっていうところはあるとは思うんですけれども、若い頃は一生懸命ね、仕事一本でいて、なかなかいたもんな、女性のことを何かしらにしてるとは言ってないですけど、女性関係のことを全くしてこず、ね、来たんで、何を求めてるのか分からないんで、当時は言い方悪いですけども、お金さえあったらなんとかなるみたいな感じで、頑張ってきたんですが、まあ、実際、まあ、こうなってしまったら、こうなってしまったら、まあ、年も取りましたし、お金もまあ、一般、今もな、年収も高いしな、女性に苦労させたくなかったんで、そういった意味でも、まあ、一生懸命稼いで、まあ、昔の人間なんで、稼いだら女性が、まあ、楽に一緒に暮らしてもらえるかなとか思ったり、そのボタルタッキーっていう感覚がなかったんで、まあ、一生懸命やってきたんですけど、なかなかお金だけではまあ届かないのかなと、さっき思ってきて、もうそろそろやろな、俺も何年も見てきてるで、年収は高いけど。全然婚活もうまくて、女性にもモテへんっていう人いっぱい見てきてるでしょ、それはあった方がいいわ、経済力ってな、それ以外の部分で、その自分もだからあれやろ、何が足りてないと思う、別に経済力はあるやんか、はい、いや本当にですね、経済力っていうかお金さえあったらなんとかなると思ってたんで言うな、いや、お金さえあったらなんとかなるって昔はやっぱりそういう気持ちがすごくあって、でそれなりに苦労しましたんで、お金を稼げれば、女性で、まあ、ついてくるもんやみたいな。いや、お金なくなったらどうなの？お金なくなったら離れていく。それで？いや、それはダメなんですけれども、まあ、ないよりやった方がいいかな。まあもちろんそれはせいで、そういう部分もあるで、プロフィールに公開するっていう部分で言うと、やはり有利は有利だと思うけど、そのお金さえあったらうまくいくっていう、正直年収が高くてもうまくいかない人とかやっぱおるで、お金さえあったらええんちゃうっていう人って自分だけじゃないのか聞いたことあんねん、まあ、それなりに稼いでますんでとか、自分の結婚観を押し付けたりとか、そういうのない？そうですね、やっぱり昔はやっぱりありましたね、昔、昔でもつい最近までですけども、だいぶ女性のことも考えてっていうことは思ってたんですけども、それでやっぱりなんか頑固なとこあるんで、ここは譲れないみたいな、さっきの話で言ったらな、お金さえ稼いでたらもう女の人は OK なんかなみたいな、お金さえ払っとったらええわ、お金さえ渡しとったらええわっていう考え方やんか、どっか見下してんねん、それは。そうなのかもしれないですね、そうとは思ってはなかったんですけれども、稼げるっていうのも俺はすごい一つの能力だと思うんだよか、一つのことを頑張ってやってきて、それらに稼げるようになってきたっていう、いろんな人おるやんか、周りでもおるやん、稼げる人っているやんか、そうですね、それは一つの能力だけど、それでこんなことになったらあかんやん、お金があるからええとか、それはないよりある方がいいかもかね、選択肢も広がってくるし、心の余裕も出てきたりとかするかも分からへんけど、だからそのお金を取った時にその人亡くなったら、はいさよならってなってしまうような、人間のそのつながりやったら
寂しくない、そんな。正直だいぶ悲しい、寂しいですね、うん、こんなコロナの時期って分からへんで何があるか。そうですね、うん、時代も大きく変わってるやろ、もっと大切なことあんのちゃう。そうですね、うん、はい、何やと思う、もっと大切な。まあ信頼関係とか愛情とかそういうところかな、うん、お金とどっちが大切なの。やっぱり信頼関係とか愛情っていうところが大切なんてことは思います、うん、はい。自分はな、そのいろいろ苦労してやってきたからって、お金をちょっと何か稼げるようになったからって、はいはいはい、そういうので価値が落ち着けたかいよ。そういう部分も俺な、はい、なかなか突破がうまくいけへんな、自分がなんか進展できへんところでちょっとあるんちゃうかなと思うわ。どう思うそれ。なんとなくは分かるんですけれども、うん、やっぱりでもないよりやった方がいいんちゃうかなってところはあるんで、うん、そうやって思ってるのに自分どっちかって言ったらちょっとケチやん最近ちょっと出せるんだけど。そうですね、どちらかといえば、まあ、ケチとは思いたくないんですけれども、うん、まあ、節約してるんですけど。出すこと出すのか。以前よりは出させてもらってるんで出させてもらってるってことがおかしい。おかしいですね、ちゃんとね、感謝して、うん、はい、うん、出してもらって出して喜んでいただきたいよ、やっぱりそのな。そうですね、本当に以前はやっぱり出したってんねんとか、うん、出されてるみたいな考えは持ってましたけども、うん、今はまあ、せっかく来ていただいたんで、うん、気持ちよく出させてもらって。そんな考えてんじゃん、結婚したらどうなるって思うやん。いや、それなりにな、やっぱ年収とかも分かってるから、いや、それなりに年収はあんのに、出すもんも出してくれて出したってるっていうようなその感覚の人やったら、この人、いや、自分のことに使うかも分からへんけど、家庭のこととかは大丈夫だからって、こんなるやん、そら。俺そういうとこや思うで。結婚でな、全く違う生活をしてきた人間が一つ屋根の下に生活するわけやろ。いろんなやっぱすれ違うこともあったりとか、違うことがあったら当たり前やからな、時には言い合うこともあるけど、譲り合ったりとか、はいはい、妥協して釣り合わせて、はい、お互いがだん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 その二人で一番心地いいところを見つけていくわけやから。はい、うん、自分だけこうし続けとったらあかんねん。相手にも相手の一人間としての今までやってきたことっていろいろあるわけやんか、はい、お互いその価値観があるわけやんか。結婚ってそのすり合わせやで。ああ、なるほど、うん、はい、支え合いやで。いや、これ全然ちゃうなって思うこと、俺だって嫁さんに思われてることもいっぱいあるよ、はい、あるけども支え合いやんか。そうですね、うん、はい、自分でできることと相手でできることとやっぱ違ったりとか、うん、ちょっと分かった。自分で今日お話しして。そうですね、まあしっかり女性と話して決めなあかんねんなっていうのは、うん、そういうの何十回見てるよ俺。そうですね、やっぱ聞いてるんですけど、やっぱりなかなか自分に落とし込めてないってところが、うん、ダメなのかな。せっかくそうやってな、はい、稼げる力もつけてないからな、経済力もあって、はい、な、もともとほらいろんな幅が広いじゃない、ケチケチせんとな、まあ、だいぶ自分に投資できるようになってきたんで、うん、まあ、人には投資せんねん。人には、人にもだいぶできるようになってきたかな、うん、昔よりは、うん、はい、昔よりはできるようになったかなっていうのは、うん、なんとなく自分を笑顔にして人を笑顔にするっていうのな、はい、うん、新しいちょっと価値観を広げていけるもん、はい、もっともっと。そうですね、まだまだ知らないことたくさんあるんで、うん、もっと勉強していかないといけないなと思いますので、うん、はい、今日はじゃあスッキリした。そうですね、はい、うん、うん、もう分かったの。それはい、ちょっとは、うん、はい、ちょっとはね、なんだやっぱりちょっと、趣味の話になってきてるんで、お金とかそんな話になって、うん、しっかり考えていかなかったなと、うん、あ、でも、話で結婚できるわけじゃないで、モテるわけじゃないで、はい、うん、いや、そこは本当に実感してます、うん、はい、やっぱりさっきおっしゃったように愛情とか、うん、信頼関係っていうのはちゃんと作っていかないとあかんなっていうのは、うん、はい、わかりました。やっていこう。はい、お見せね。うん、はい、頑張ります。頑張っていこう、はい、今まで生きてきた経験、育った環境、人それぞれ価値観が違って当たり前、100人いたら100人の価値観があります。そんな価値観がすれ違わないように、もちろん相手の価値観に寄り添うことも大切です。そして自分自身の価値観、自分がどんなことを大切にしているのかって知っておくのも大切なので、今日はあなたの価値観を知るための質問をしていくんで答えてみてください。あなたは
人生で大切にしているものは何ですか？お金とか友達とか仕事とかいろいろあると思います。その人生で大切にしているものを10個書き出してみてください。書き出せましたか？そして10個出たその大切なものを1位から10位まで順位をつけてください。1位から10位まで順位つけれましたか？そしたら1位から10位までのあなたの人生で大切なものを見てください。その中の1位から5位までその人生で大切なものが今のあなたの価値観です。あなたが人生で大切にしているものです。その人生で大切なもの1位から5位は100人いたら100人とも違っています。人は価値観が違って当たり前。その人の大切に思っていることを大切に思えるようなそんな人が価値観があって進展していきます。目の前の人の大切なものを大切に思えるようなそんな幸せな恋愛、そしてあなたの大切にしているものも大切にしてくれるようなそんな運命の人と出会えることを応援しています。今回もコメントに恋愛ドクターである僕にたくさん恋愛婚活の相談いただきましてありがとうございます。動画でもお答えできる範囲でお答えしていきますので、ぜひぜひコメントください。女性の方からもコメントいただいてます。ありがとうございます。私も婚活中なので参考になります。自然に素敵な人に街か電車などで声をかけられてお付き合いして結婚したいです。私は親は他界しています。年下男性の方よろしくお願いします。ありがとうございます。素敵な恋愛の進展を応援してます。それでは最後に名言をお伝えします。どうぞ。なりたかった自分になるのに遅すぎるということはない。イギリスの作家ジョージ・エリオットの言葉。あなたの幸せいっぱいな恋愛の進展心から応援してます。気をつけてお大事に。